岩が何が起こってるんだ。すごい地震だった。すごい地震だったな。キリオと同じ言葉をとっさに口にするなんて。どんまい。地震で岩が割れて穴ができちまったけど、あの穴の先からやべえ気配を痛いほど感じるぜ。これは覚悟しとかないといけないかもな。何か悪いことが起こる気がするよ。おそぼに何かあったら私。おしょぼ絶対しぶといよね。間違いないな。大変なことになったぞい。あの割れた岩の先にはラシガマが若かった頃に里を襲った凶悪な捕食者である、ナンクルオステウスがいるのにゃ。うわ、名前から強そう。こうなってしまっては、奴が里を襲うのも時間の問題にゃ。このままではもう里はおしまいにゃ。なんとかせねばならんが、どうしたものか。おしょぼ。兄貴、僕すごい嫌な予感がするよ。でも兄貴がいれば大丈夫だよね。温泉部分投げられちゃった。もう行くしかないみたいね。準備を整えましょう。よし、これでなんとかなるだろ。体力回復しないの？忘れてたわ。おっと、ここからはソロらしいな。まあ、もともとソロだから関係ないけど。よし、じゃあ行くぜ。到着したみたいだが、どこにいるんだ？想像以上のこわもて。すごく強そうだけど。確かに今までの日じゃねえな。見た目だけでわかる。あ、だけどやることは変わらないわ。あの突っ張りになってる岩をなんとかすれば。上にある巨岩が落ちてくるってことか。なるほどなるほど。わかりやすくて大変結構。そんじゃ身代わりもあることだ。安全にこれを破壊していくぞ。やばい、想像以上に単調。これラスボスだよね。こんなに弱くていいの？いや、きっと第二形態が待っているはずだ。そんな無傷で倒せちゃったとか。ね。すごくシンプルな戦いだった。ごめん、これ第2形態ある？ないかもしれん。どんなに強くてもこれはさすがに倒せちゃってるでしょ。いや、ほら終わっちゃったよ。ラスボスこんな感じなんだ。びっくり。やったか？おい、復活呪文唱えるな。まあもう里に戻るしかないみたいだし。か、帰るか。すごいあっさりしてたわね。まあな、でもこれで里は安泰だ。いやー、ラスボス雑魚でよかん。第2形態来たー。うわ、本当に来るのね。よしよし、そんなんでくたばってもらっちゃ困りますわい。おい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 、なんでちょっと待って。これで冒険終了。いや、どうせ一周年でっこれ。本当に冒険終了。こうして勇敢な若者は命を落とし、ナンクルオステウスは里を襲った。里は壊滅し、酒場バスピスは絶滅した。あなたにもう少し力があれば運命は変わっていたかもしれない。納得できません。進化先全開放してみたら？まあ、それしか分岐ルートなかったもんな。手始めに体力お化けキス。てか、あと3つじゃん。これ解放して残り2つだな。もうなんか色々組み合わせて伝説のバスピス解放。属性詰め込みすぎでしょ。情報量多いな。そして最後は鬼番バスピス。これで全ての進化先を登録できた。それじゃあ次はカスタムしないとね。全て解放したけど、どんな組み合わせで戦いに行くのかしら？まあ、これかな。なんだかんだその組み合わせ強いわよね。背びれと尾びれもそうだけど、頭に生えてる角も火力倍増してくれるしね。いや、しかし。どうしたの？本当にこれだけでエンドが変わるのか？自信も問うよ。一応これを倒さないとな。多分大丈夫だと思うんだけどね。よし。はい、お疲れ様。で、ここからだけど。おお、あれ特に何にもないわね。もしかして同じエンド？他に何かあったのかな？いや、でもこいつが岩を割ってからが本番じゃない？あ、そうか。じゃあ里に帰ってみようとすればいいな。は？ちょっと待って、本当に何も変わらない？兄貴、おしょぼー。これはエンド変わった。大変だ。兄貴が死んじゃう。誰か呼んでこなきゃ。嬉しいけどこれはもう。ちょっと遅かったかも。目を覚ますのです。まだあなたは戦えるはずです。今こそ思い出してください。今までの全ての力を。さあ、自分の力を信じて。復活した。え、でも。うわ、すげえ、体力もスタミナも無尽蔵だ。マジで無敵状態になったわ。これって。よう、死んじゃこいつ倒して里に戻ろうじゃないですか。ダメージは34。うわ、でもこいつ動きめっちゃ早いな。なかなか攻撃当たらん。それにしてもすごい見た目ね。本当に全部合成した感じ？ここまで来ると鎧だな。まあ今はそれで問題ない。痛いんですけど。サムネイル用に視点ズームするからでしょ。ちょい目タタだからおやめなさい。これ能力もしっかり使えるわ。わあ、何そのビリビリ。顎についてる雷型の突起だな。これで捕食者を殴ればこんな感じで動きを封じられるぞ。拘束時間は長くないんだけどね。それでも攻撃続けられる時間が得られるのは大きいわね。いやー、これすごい時間かかるな。いくら無敵だって言っても火力はそんなに変わらん。あ、クールタイム終わった。じゃあ次どつけばもう一回しびれさせられる。いや、跳ね返りがエグい。なんでなんだろう。本当に跳ね返りがエグい。そんなに遠くに跳ねられる。動き封じないと本当に時間かかる。よっしゃ、攻撃成功。弾かれ方がすごいわね。これ走っちゃダメなんかな。ちょっと丁寧に当ててみる。変わらねえわ、クソったれ。あとちょっとだから頑張って。次のクールタイム明けでなんとか仕留めたいところ。そい、ほい、てや。あと3秒で拘束できる。いやー、マジで長かった。もうそろそろ決着をつけよう。この拘束で仕留めるぞ。さあ来い、ダンクルオステウス。ぜあと3回くらいかな。よっしゃ、任せとけ。まずはこれで一発で少し離れてから狙いを定めて撃つ。
あの盛大に外してますけど。すいません、失敗しちゃいました。でもあと一発。さあかかってこい。あの普通に食らっただけですが。ぐぬー、最後の一発遠すぎるわ。兄貴、無事だったんだね。兄貴はやっぱりすごいや。あのガンクルをステルスを倒しちゃうなんて。兄貴。どういうこと？どうなってんの？多分すぐわかるわ。なあ、こいつはもう、嘘だろ？そんな、最後、進化した時、目が白かったこと覚えてない？なんてことにゃ。気づかんかったわ。こいつ死んでも戦い続けたのか。だから体力も、スタミナも。兄貴。あなたの活躍により奇跡的に絶滅の運命は回避され、里に平穏が訪れました。この平穏がいつまで続くかは誰にもわかりません。ですが、残されたみんなであれば心配は無用でしょう。運命に抗うあなたの勇姿をその目に焼き付けたのですから。いや、最初はコミカルなゲームなんだろうなって思って、軽い気持ちで購入したんですよね。で、最後まで走ってどうですか？雰囲気からは想像できない酒場バスピスが生き抜く物語。面白かった。誰かさんは最初クソゲーとか口にしてたけどな。本当にごめんなさい。ストーリー本当に良かった。短い物語だったけど内容はすごく濃かったよな。バスピスちゃんを自分なりにカスタムできるのも面白かった。やることも簡単で難しくなかったしね。ということで、この実況はこれで終了となります。最後のエンドにはびっくりしたけど、非常に満足できる作品でした。では今回はここまで。また次回のお楽しみ。バイバイ。